お待たせいたしました。前日記者会見、ここからは第5部を取り行います。まずは明日のメインイベントに出場する両選手に登場していただきます。青コーナー、明日も再び三鷹ボケがこだまするのか。ライズデッドアライ 53kg トーナメント優勝挑戦者チームテン風根選手です。調印書にサインをいただきます。ザマッチでは黒田選手を破った風根選手、その勢いのままにいただきを目指します。対するチャンピオン大崎和樹選手も連勝中、今回は弟の浩樹選手も志郎選手と戦います。兄弟での勝利になるでしょうか。両選手によるサイン調印が行われました。ありがとうございます。それでは主催者を代表しまして伊藤代表お願いいたします。はい、選手の皆さん、調整、体重調整、いろいろね、大変な練習の中、調整どうもご苦労様です。皆、全選手一発だけをプロとして当たり前のことですけども素晴らしいことだと思っております。明日はですね、このメイン大崎和樹対風根、今現在53キロ、国内2トップだと私は思っております。この勝者はですね、53キロナンバーワンと断言してもいいと思っております。そのぐらいの勢い込みを持って両者戦おうと思うので、この両者の戦いを期待していただけたらと思っております。またですね、白鳥大衆、ヤーマン、チャンヒョンリー、中村さん、チャド・コリンズ、直樹、また師匠、小雪など、たくさんの、ね、ファイターが、チャンピオンプラスですね、参戦しますけれども、明日の大会テーマというのはですね、一騎打ち、まさにタイマーなんですけれども、そのような戦いをね、明日ご来場していただいている皆さんと、また目まで視聴している皆様には見届けていただきたいと思っておりますので、明日はご期待いただけたらと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。テーマ一騎打ちというワードが出ましたが、さあそれでは両選手から明日の意気込みというのを伺いたいと思います。まずは挑戦者風根選手お願いいたします。
はい、チームてっぺん、笠谷です。そうですね、明日はこれまでやってきたことの違いをはっきり見せて、ベルトを奪い取ってやろうと思ってます。続いて、初防衛に臨みます。大崎和樹選手、お願いいたします。はい、OECM の大崎和樹です。明日は、防衛戦ということを考えずに、カズネ選手に勝つということだけを、目標にこれだけ、これまでしっかり練習してきたんで、それを見せつけて、カズネ選手の今の地位とか、実績というのを全て、僕が勝って奪い取ってやろうと思ってます。それではここから質疑応答に移りたいと思います。質問をお願いします。スポーツライターの瀬ですけれども、チャンピオン挑戦者それぞれに聞きたいと思います。先ほど伊藤代表の方から、今大会のテーマは一騎打ちっていう話がありましたけれども、このタイトルマッチ一騎打ちっていうことを考えたらどんなふうに考えますか、イメージされますか。テーマ一騎打ちというところを、自分が今想像できるそういったところを伺いたいと思いますが、風間選手からお願いします。そんなに深くは考えてないんですけど、ただ大崎選手を倒すっていう、それいつもとあんま変わらないですね。そこに関してはただ目の前の相手を倒すっていう、大崎選手。そうですね、勝って相手の全てを奪い取ってやるっていうような感じですかね。続いて質問です。現時点のイメージでは明日の試合はご覧の制ですけども、短期決戦をイメージしてますでしょうか、それとも長丁場判定決着をイメージしてますでしょうか。言える範囲で風間選手からお願いします。いや、それは倒す気でいますよ、ずっと。もしそれがどんなラウンドになろうが、たとえそれがもう、無制限延長ラウンドなんで、明日はどんだけ長引こうがもう勝ちをもぎ取りに行くっていう、大崎選手は。僕もそうですね、早めに倒したいなと思ってるんですけど、5ラウンドあるんで、しっかり隙ついて、狙えるところでしっかり狙っていきたいなと思ってます。その他ご質問はいかがでしょうか。4クルーマークです。両選手におっしゃいますけども、タイトルマッチが決まってから顔を合わせるのは初めてと思うんですが、今日相手を見たときにこう簡単の相手の覇気ですとか、仕上げ具合ですとか、大変なことを教えてください。川澤選手お願いします。そうですね、明日のメインを盛り上げるには最高の相手かなというふうには感じましたね。大崎選手はいかがでしょうか。そうですね、気合入った印象でいい表情をしているなというような印象でした。小原美容選手に聞きたいんですけども、タイトルマッチだと当然では当然なんですが、ワールドシリーズのビッグマッチの、メインを、任されたということも、感じてはどのように思ったでしょうか。風間選手から伺います。普通は多分コラケンでタイトルマッチをやるんですけど、それはこういう大きい舞台でやらせてもらえるっていう意味を一応分かっているつもりなんで、そこはそういうちゃんと仕事をしたいなというふうに思いますね。しっかり盛り上げて、しっかり締めて、という感じです。大崎選手は。そうですね、やっぱり大きい会場でのメインなんで、圧倒的な差を見せつけて最後締めくくりたいなと思ってます。よく、どっちが勝ったんだっていうような判定にはならないようにしっかり差をつけて勝ちます。その、ビッグマッチの、メインの最後を締めくるにふさわしい結末はどんなものとお二人は考えてますでしょうか。フィニッシュというところかもしれませんが、風間選手いかがでしょうか。いや、それはもう僕が笑って手を挙げられているところしか想像してないですね。もうこれ決まってからは、それだけでほんまにずっと生きて、もうこの数ヶ月過ごしてきたんで、それしかないです。大崎選手はいかがでしょうか。
僕もまあ勝ちしかイメージしてないんで、最後は僕が立って、まあ、ベルトを巻いてるっていうところしか想像してないです。ありがとうございます。その他ご質問はよろしいでしょうか。ベルトをかけた戦いです。どうぞ。はい、ビーファイターの松井と申します。片山選手に伺いたいんですけれども、先ほどのやってきたことの違いをはっきりさせたいとおっしゃってましたけれども、ご自身では小崎選手とのやってきたことの違いっていうのはどういうことだと思いますか。それなんか言う。なんかいろいろ、違う取材とか言ってるんですけど、まあその経験とかも違うし、まあまあその辺は明日見てもらえれば分かるんじゃないかなと思います。はい、まあ、例えばその、まあ、天心選手との試合とか、田中選手の試合とか、まあそういうことがあったと思うんですけれども、はい、あのその試合と今回の試合の気持ちの作り方っていうのは何か違いありますか。いや、それも前のところ言ったんですけど、あんまりその子の気持ちの違いはないですね。ただその一戦一戦勝つっていうことなんですけど、まあ違いがあるとすればタイトルマッチでベルトがかかっているっていう、何が何でも取りに行くっていうそこですよね。はい。それでは同じテンションで戦うという。そうですね。はい。ありがとうございます。その他ご質問はよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは質疑応答をこの辺りで終了させていただきます。選手のお二人、ありがとうございました。